皆さんこんばんは。2回ぐらい前に日本歌曲についてお話ししましたね。ドイツやイタリアで日本歌曲を歌う前にちょこっと私が短い話をしてこんなことを歌ってますと言って歌うと大変聞いてくれたと喜ばれたという話をしました。またリスナーの方で見ていただいている方で実際にドイツで歌ってた方はドイツでは日本歌曲は非常に受けたということを書いてらっしゃいます。でちょっとそういうことを、お話したいんですが、外国人が歌う日本歌曲は実はよく歌詞が聞こえるからわかると言われています。日本人は、歌詞がはっきりしない。実はね、イタリア語を歌っても日本人のはっきりしてないんですよ。子音が飛ばないし母音が甘い、全部あいうえおになってるから、ね、ですがやっぱり日本語は分かっちゃうじゃないですか、我々にね。なんか何言ってか分かんない、もごもごしてって、ね、ところが外国人はハルコロの花の縁って大げさぐらいやるから、でも大げさな顔してる、大げさな顔っていうか外人の顔してるからそれで許される、でうまいねとなるんですよ。日本人がそれを春頃の花の縁ってやったら大げさでダメだよそんなのって言われちゃうんだけど、そこは外国人の顔してるから大丈夫なのね。子音が確かにいっぱい綺麗に発音されているので、大体何言ってるか分かります。ただし、やっぱり外国語だから彼らにとって日本語はね、そんなに日本語として綺麗じゃないのね、歌ってるのは実は。だけど歌詞が聞こえるし、さっき言ったけど、外国人が頑張ってるからなんか好感が持てるわけですよ。それでうまいなとなる。アメリカ人でもイタリア人でも日本に来て、銀座という駅はどこですかと言ったら、日本語うまいって、うまくなんかあれしませんよ。でも外国人は日本語なんか喋れないのが当たり前だと思い込んでるから、ちょっと変な日本語でもうまいですねとなるんですよね。本当にうまかったらうまいですねなんて言わないんです。相手は普通に喋ります。それはいいとして、そんなことで強調しすぎた子音、あるいははっきりくっきりした母音によって日本歌曲が歌われると、そうですね、よかった。僕も本当に若い時はアナモフォ、日本語ではアンナモフォって言いますね。アメリカ人のソプラノアナモフ、美人で有名だった人、アンコールでカラタチの花を歌いましたね。カラタチの花が咲いたよ。でもとても綺麗だったです。実は少しゴツゴツしてるんだけど、それぐらいの方が子音は聞こえる。ただし全然子音が違っちゃってるものもあるから、誰が振り仮名を振ったかですよね。で、振り仮名ってローマ字で振るのが普通だから、ローマ字で振ったものを信じてそのままやってる。そうなるとカラタチのチはヨーロッパの英語のチは日本語のチじゃないんですよね。日本語のチの方は歯と歯がすごく狭まっている。向こうのはウの口をしながら、ウの唇をしながらチって歯と歯の間が2、3ミリ、4ミリ空いてるんですよね。チ。シもそうですね。シだ。牛と馬がいるっていう時に牛と馬がいる、ちょっとおかしいでしょ。牛、日本は牛しでも彼らは牛。逆に僕たちが牛入れっていう、外に出る、外に出ましょうっていう時の牛入れを牛入れって牛の死でやっちゃうから死の発音がおかしいのね。牛入れなんだけど、牛入れってやっちゃう。歌う時も子供たちって歌う時、子供たちっていうところがウェルテルがあたりに出てきますね、マスネーのね。
それを日本語で訳したらね、子供たちならいいけど、子供たちって言うと、ちが違っちゃうね。昔、谷啓っていう人がいて、コメディアンでトロンボーンを吹く人だったけど、その人はもう日本語が、たちまち、ちとか、しが違う、その外人のところで喋ってたから、面白いなと思いましたね。引っかかったけどね。そういうこともありまして、普通に、相手が何人か考えないでローマ字を与えると、とんでもない発音をもうほんと歌の中で一箇所だけどされることはありますよね。つっていうのもどうですかね。ローマ字で普通に TU と、てうと書いちゃったら、とうになるわけですよね。とうとうがなしやって、それはつつがなしやでしょ。ね、でもとうとうがなし、聞いたことある。それつつ、古いあの表記のね。で、つって TSU と書けば、つう、ちょっと粘っこいつうだけど、なんとかなる。難しいんですよね。国によって、例えば千葉さんって CHI ね、千葉 BA と、千葉さんっていう人はフランス語言ったらそれはシュバさん、シュバですよね。イタリア言ったらその千葉さんはキーバ、キーバになっちゃうんですよ。英語ではシーバかな、チーバって読むかな、チョコレートのチョコレートだからね、チーバ。英語ローマ字だったらいいけど、シーバ、キーバ、いろいろなっちゃう。で、その国の音で一番近いのを、もし、通訳かなんかが考えて、そういう L、R も含めて書いてあげれば、彼らはきれいに歌えるけど、彼は日本語の発音がわからないから、もう書いてあるアルファベットを頼りにするしかないわけですよね。で、企画の段階ではそういうことも少し考えればより良いコンサートになるわけですよ。まあそんなことね、しょうがないですよね。さんざしの、さんざし、違うでしょ、さんざしでしょ、ね、日本かけの場合はね。でも逆に言えば、僕らは外国のしをしで呼んでいるっていうことですよね。だからシーンがちょっと違うなって彼らは分かるわけです。我々のヨーロッパ の発音ですね。それはフォネティックという、あのフォネーティが、どこの舌と唇やなんかをどこに置いてどう発音するかっていうことを学ばないと、さしすせそでやってしまうんですよね。ラッシャキオピアンガって、泣かせてねっていうなんかバロックっぽい歌があるじゃないですか。ラッシャー、でもあれラッシャーじゃなくて、ラッシャーレ、シャー、ラッシャーレ、ラッシャーレですよね。ラッシャーレじゃない。でもしょうがない、日本人の9割はラッシャーって日本語の牛のシシャで歌ってるから、その辺は外国人、これはね、イタリア人は発音違うなっていうふうに思った人は耳がいい人、そんなことです。まあね、ウの音も違うけど、いろんなことある。で、我々は外国の歌を歌うとき気をつけなければいけない。で、外国人も日本語の歌を歌うときは、これ、この私の話、外国人聞いてないと思うけど、気をつけてね。日本語のしとかちとかは、あんた方のしとかちと違うからねって。違うからね。違うからじゃなくて違うから。あ、そう、最近、令和になりましたよね。今年が令和、令和6年、令和。このね、レとかリョっていう音がどう表記するか、みんな迷うことなく100人が100人 R で書きますよね。レイワってどうこれ今書けますよね。 R E ね、 I で W A、 レイワ、これでも令和って読ませるんだけど、 R の音どうでしょうか。アメリカ人が読んだら Y は Raywa、 Red、赤いっていうのの、だから、ライワー。ね、ライワー。でしょ？イギリス人が読んでも、ライワー、ライワー。レって言うと出てこないですよ。L で書けば、
令和、令和、ちょっと普通の令和とは違いますよね。フランス人がそれを日本語の日本人が書いたアルファベットを令和を読めば、はいは、はって音だからね、R が。はいは、おいやいやいや。ドイツ人が読んだら、はいは、はいは、ローズ、バラの、のどびこが、はってなる音だから、はいは、はいはかな。全然違いますよね。じゃあ、令和って読ませるにはどう書くかっていうことを考えると、これは ABC デーのデーを書いて令和と書くと一番日本語の令和に近いと私は思いますよ。令和、令和。実は我々は令和と言ってるつもりで、ラリルレのレとダジズデデデの間を出してるんです。令和。だから、はっきりオールの音がオールとかラとかってあるいはレイワってイタリア人みたいなルってなっちゃう R はとてもそこに書いたら迷惑なんで、D を書いてデイワと書けでねちょっと分かりますよね。 D ABC D の D であと A はと書けばデイワ、一番レイワに近いんです。このようにどういうふうに書くかによって日本語に一番近い音を出してもらうという考えがあるという、それを一つ表現発言しておきますねまあいいか。あとは内容です。内容を外国人にこれはこういう歌なんだよ、恋の歌なんだよ、そのぐらいでは分かりません何の恋なのか。そこでちょっと今簡単にこのなんでこの富士山の浜辺が出ているかというと、これは辻堂というところの、なんですかね、湘南の海なんですよ。これ実は浜辺の歌というのをちょっとた浜辺の歌どうですかね。リリララリラリラリ、明日浜辺をさまよえば、まあ知ってるんですか、工場の月ほど有名じゃないけど日本人の若い人は分かんないな、でも6割7割は知ってるでしょうね。これに大体2番までしか歌いません。3番まであるっていうことですね。3番読むと何の歌か大体分かっちゃうっていうことですよ。明日浜辺をさまよえば、2番は夕べ浜辺を元おれば、つまり1番は朝、2番は夕方から夜のことを歌ってる、自然を歌ってるんですよね。昔のことぞ、シノーバルール、風の音よ、雲のさまよ。この風というのは日本古来から死んだ人のことや昔のことっていう風というのはそういう、味を伴ってるんですよね。昔のことを忍んでいるんだ、一番ね、朝。で、夕べ浜辺を行ったり来たりすると昔の人ぞ忍ばる、これは昔の人は平安時代の人かどうかはもうちょっと経たないと分かりません。で、よする波を返す波を、月の色も星の影もって、もう夕方から黄昏から夜になった。で、昔の人を思ってる、誰だ、おじいちゃんのこと思ってるのかな、分かりませんが。3番、早ちたちまち、早ちた早手かな、風ですよね波を吹き出、ちょっと海が風で荒れているから、赤物裾、着物のうって裾が中は赤いっていうのが女の子のねものですから、赤物の裾ぞ濡れひじし、パラッてこう向けたりなんかして波もカタ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 じゃないか立っているから濡れちゃったよね。闇し我はすでに癒えて、病気だった私はもう今は完全に良くなったと。で、浜の真砂子真子、今、砂浜の白い砂を見るにつけても、あの子は、まあ、これは赤ん坊ですよね。赤ん坊はどうしているだろうか。だから赤ん坊を置いてきた人が結核かなんかで療養して治った歌なんかっていうのはちょっと考えが浅いかもしれない。
で、いろいろ林古径と成田為三を見てみると、調べれば今すぐ分かっちゃうからね。昔は僕は図書館行ったん。林古径はこの辻堂の人、6歳だか8歳まで辻堂にいてよく海岸を歩いてた。だからこれは富士山が見えるはずの江ノ島近く、江ノ島じゃないか、そうですね、辻堂っていうところがあります。湘南ですね。その人なんだっていうことですよ。で、まあ恋もした。で、問題は作曲家の成田為三さんの方ですよね。これ秋田の人で言葉少ない人なんだけど、子供の頃バイオリンを買ってもらって、その時代にですよ、1800年代の後半に生まれた方だと思います。1897年とかだったかな、93年とか、1900年前の人ですから、バイオリンは非常に高い。で、音楽学校、東京音楽学校、芸大、今のね、行ったということなんですが、ちょうどドイツから帰ってきた山田耕作にオーケストレーションやなんかを習って、いろいろ音楽を考えた人です。で、東京芸大、東京音楽学校の何年かの時に、非常に好きな人がいて、その人に、秋田の人で言葉が重いから、思いの丈を言えないから、短い文章と一緒にこの曲を彼女に送った。それでどうなったかっていうのは、まあ、またこれはね、それはそのこの浜辺の歌かなんかやるときにやればいい、言えばいいね、今やらなくてもね。だからそういうことを思うと、どういうふうに思い描いてもいいんだけど、林古径、成田為三両方が恋人のことをというと、この昔の人ということは、実は成田為三は恋がうまくいかなくて、私には決めた人がおりますということを言われちゃったんで、昔の人っていうのは林古径が書いた昔の人だけど、私が好きだった今となっては昔になってしまったあの人ということなんではないかと思われます。で、理解するのが歌う方としてはいいよねって感じ。で、3番の場合は、やみし我はすでに言えて。まあこれ、この時代にこう見ると結核療養しか読めないんだけれど、恋の病の僕も今はなんとか立ち直ったよと。でも、浜の砂を見るにつけて、あの赤ん坊、赤ん坊っていうのは実は女の子のことも言うので、あの子のことをまた思い出すねと言ってる歌なんではないかというふうにも取れるわけですよね。実は4番まであって、4番と3番はぐちゃぐちゃになってこうなってしまった。だから1番2番しか歌わないっていうことですけど、1番2番ではただ自然の歌しかわかんない。3番を読めば、なるほど、でそういう成田さんの話を知れば、好きな人がいたけど残念だったのね、こんな綺麗な歌だったのにということですよね。そういうことを調べて曲に乗せて、自分はこのように今思ってるからそういうふうに歌うっていうことが必要ですよね。シューベルトやなんかは非常にそういう研究が盛んにされていて、ディートリッシュ・フィッシャー・ディースカウなんかもそういう本まで書いたり、講義、講演までしてるぐらいですからね。日本の歌詞が講演とか講義できないのは、思想的なものがちょっと弱いからかもしれません。このようにいろいろ歌詞を考えれば、自分なりのその時の回答がある。で、いろいろ読み込んだら、あれは違って今はこうっていうのがあるけども、そういうことを言っていくんだから、ただ明日浜辺をっていう童謡を歌うみたいなことでは、声楽家が歌うにはちょっと物足りないっていうことですよね。じゃあ3番はどのようにするのか、少し芯に迫るので、スピードを、テンポを落としてたっぷり歌うかな。恋が実らなかったっていうことを、すでに言えてっていうところでリミヌエンドして、少しテヌートにしてみたり、いろんなことが考えられるわけですね。僕もこれどうだろう、イタリア、ミラノ、フィレンツェ、ボローニャ、何回歌ったか分かんないけど、外国で7回7回8回は歌ってるかな。その時によってピアニストといろいろな約束をして、バイオリンが入ってきたりで違うけど、ですから外国人もそういうことを気にする人は、どういう歌、どういう歌、これはどういう意味ってみんな聞いているので、それを練習してきて
って半年ぐらい前からで日本でこちょって歌うわけですよね。ですからその声楽家ということになったら子供に聞かせる童謡だよっていうことではなくて、内容をこう自分なりに勝負して歌う。その時間違えてもいいけど、その時その時点ではこの歌はこういう歌、僕も似たような思いがあるとかっていう形でこうそれを歌ったらどうかなっていうふうに思うんです。で、日本歌曲の場合は本当に歌詞があんまりあなたを好き、あなたが忘れないでもう私はダメになってしまう、このままでは死んでしまう、もうろとかね、そういうことがきつい表現がないので、きれいに音だけこうきれいに歌って、それでいっぱい CD が売れちゃうソプラノもいるんだけれども、まあそれは買ってる人は普通の人だからね。もうちょっと日本歌曲でも思い入れを入れて、テヌートとかディミニュエンド、リタルダンド、クレッシェンド、そういうものを入れて、しつこくないぐらい、ちょっとしつこいあなたの歌はって言われるぐらい個性を出した方がいいんだ。実際外国人の歌ってる日本歌曲はしつこいからね。外国人の株だとおわーって許されて、日本人だとちょっとそれくどいよって言われちゃうのは、聞く人の方の問題でしょうっていうことになっちゃう。で、これを最後にそうだ、それは2、3回それ経験したけど、ピアニストはティーティータララーティラリーララーティラリー、その入ってくる16音符を非常に後ろの方でタタって短く弾く癖がというか、そう弾きたい、ピアノという楽器では。歌ではタタ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 なんだけど、タタ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 って2つのタタっていうのを非常にタティタタタって次の音符につけるようにして弾くピアニストの修正、感性があるので、そこは明日浜辺をさまよえばって歌ってるので、明日浜辺じゃないので、タタってアクセントをつけて早く行かないで、ティータタタタティータタってやってねって言わないと、独特のピアノの世界に持っていかれちゃうかもしれませんね、いうようなこといろいろありますが、何を話したかったかというと、外国人が日本語を歌うときには非常に聞くんだけども、結構くどいものになっている。でもくどいものでも、ああこれは綺麗だって受け付けるんだから、日本人が日本歌曲を歌うときもただ字面をなぞってただ綺麗にカンタービデに歌うだけではなく、もうちょっとドラマ性を入れて歌ってみたらどうかなっていうことですよ。日本人に厳しいからね、日本人は当たり前だけど、それは日本語としてはくどい。外国人が歌ったらブラーボーなね。皆さんもそういうふうに思って日本歌曲を聴いてみてください。そうすると何も考えてないな、この歌い手っていうことが結構分かっちゃったりするね。どうでしょう。